昨日さ遊びに行ったの実はふぶみコメットなんだけど、ふぶみコメットさんでねまた遊びに行ったんだけど、いやなんか行きたいご飯屋さんがあってそれをね行ったりとか、まあ、いろいろね遊んできたからまた今度話すわ。コンセプトカフェって、コンセプトカフェじゃないよ、なんかねお魚を釣って、なんか魚を釣ってなんか食べるところみたいのがあって、それがめっちゃ楽しかった。釣りやったこと一回しかなくて、そうめちゃくちゃ楽しかったよ。釣り堀があって、そこで釣り竿で釣るので、その釣ったやつを店員さんに渡して、なんかアジフライとかにしてくれるの。そこで食べてきたわ。スバルちゃんが行ったとこ、あ、そうなんだ。え、ホロメンで流行ってんかな。なんかフムさんにさおすすめされてさ、え、行きたい、行こうよってなって行った。みこち釣れた？釣ったよ、一匹釣った、一匹。あとはなんかエビをね、スイちゃんが食べたいって言ってて、エビはさ逃げないじゃん、逃げないからさ引っ掛けるんだけどさ、もうみこねエビ苦手かも。そう、伊勢エビみたいな、なんかなかなかでかいやつ で食べるのは好きなの、食べるのは美味しいじゃん、なんか食べたいなと思ったんだけど、もうビジュアルっていうか生きてるあの足とかが苦手で、なんかミコが網役だったの、スイちゃんが引っ掛けて、もうスイちゃんが持ち上げてる最中にミコが網で突くんだけど、網が小さいわけよ、もうそんなめちゃくちゃ近づかないと、もう入らないじゃんと思って、めちゃくちゃビビりながら、もう顔ガンギマになった、やばいマジやばいマジやばいつって入れた。小さき網だったわ。いや怖かったね、怖かった。でも調理してもらったアジフライはなんか自分で取ったからかわかんないけど、もう本当に最高に美味しくて、もうお腹いっぱい食べたの。え、なんかさ、もう毎回ね、なんかね、このさ、ふぶみコメットさんさ、遊びに行った後に、なんかスイちゃん家で、こう、食べるわけ。なんか食べるつもりはもともとないんだけど、なんで行ったかっていうと、ぬいぐるみをね、ふぶみこさんのデートの時に、二人で買ったんだけど、そのぬいぐるみを、スイちゃん家に忘れてきてたわけ。なんか、ふぶみこデートの時も途中でスイちゃん、一緒に来て、で、その後、スイちゃん家に行って、なんかお話ししてて、みたいなことやってたから、で、置き忘れてたわけよ。だからそれを取りに来いっていう感じで、取りに行ったの。で、また食べてたんですけど、そして、やっぱビジネスだから、ミコーメとは、そもそもね、まあビジネスの話をするわけ。ビジネスの、まあ次は、どうしますか。感じの話をするじゃん。その時に、なんかふぶみコメとで、なんか企画の話をすることが最近すごく多くて、これなんかその番組とか見ながら、あ、こういうのもいいねみたいな、こういう企画もおもろいねみたいな感じでなんか話してた。どんどんまた次の企画とかに増えてきて、まあそういう感じですよね。止まらないビジネス会議。あれだわ、スイちゃんにさ、ふぶみこ青くゆの切り抜き見せて、バカ笑ってた。バックルームのやつちょっと見せて、笑ってた。そう。おもろいよなーって言ってね。